はい、ドンピシャです。ペジャンコです。テッタ。標準です。ちゃんと言ってもらっていいかな。違う、ヘッドさん なんで途中で途切れちゃうの。本当だよ。なんだよ。始まりましたよ。始まりました。この前我々マンハッタンに来て、うん、まあ、新たなミッションをやろうとしているって感じですね。うん、なるほど、作戦基地の確保らしいですよ。うん、はい。なるほど。じゃあささっと。そうですね。町を救うべく。行きましょう。行きましょう。頑張りましょう。なんかこの先に行くと、あ、ちょっと待って、出れない。メリゴンとか、ちょっと待って。まあいいよいいよ。大丈夫大丈夫。大丈夫。いいよ。俺なんか一回パーティーから外れてもらってもいい。全然構わない。待て。別になんなら。なんだここ。なんでしょう。なんかすごい科学実験をしそうな感じの。ようこそハドソンペアへみたいなのが書いてあったけど、お、ハドソンなんだね。ハドソンだね。ハドソンの会社だね。うん、すーげーな。蛍光灯作ってるの。作ってるの、ね、違うでしょ。これ蛍光灯作ってるのこの。蛍光灯作ってるの。違うかな。蛍光灯は多分作ってないと思う。蛍光灯作るのも結構ね、こういう防護服着ないといけないからね。そうだね。だって周りにいっぱい作ったやつが置いてあるもん。作ったやつ置いてあるもんね。作ったコレクションが。そうだな。割れちゃうとね。うん、危ないから。大変だな。じゃあなんか色違いのやつ。お。お、どうした？外出た。おお、また開けたね。出ましたね。綺麗だな。ああ、なんだろう。ショップを発見。装備ショップ20何メートルって書いてあるな。どこだろう。ってんのかな。あれ、とりあえずメインはこの画面上に出てるオレンジの線たどれ。ああ、てか武器種装備ショップあったよ。あ、ここだ。あ、ここかい。ここだ。あ、なんかいい顔してるこの人。ちょっとふっくらしてる。あれ欲しい。いいね。欲しい。この人の顔が欲しい。怖え。装備ショップで。うん。まあいいか。まあ買わないでいいかな。なんか広いそうだしな。そうだよね。うん。うん。キャンプハドソン。でもキャンプハドソンイグジットって書いてあるけど、ここ。もうここで終わり？行くのは右っぽいぞ。あ、行くのは右か。あー、武器屋さんがある。あ、武器屋さんだよ。武器屋さん、武器屋はいいじゃん。キャンプハドソン、どうしようかも。なかなかね。うん、こいつを見てくれ。あー、ショットガン、何も買えねー。まあ、高いからね。高いね、結構。高いな。レベルで装備できたりできなかったりっていうのもあるんだ。あるね。そうだね。玉があるぞ。玉だけいただいて。あ、玉俺も欲しいです。あ、順番が。あ、ちょっと順番が。ちょっと待って。あれ、どん。あ、てかこれ他の人もいる感じなの？あれ。いるね。セーフゾーン。ね、ここはそういうところなんだね。よし。これはオフィサーだって。オフィサー。状況報告を要請する。なんだ。お、サイドミッション。サイドミッションが出てくるんだ。すげえ出てきたな、サイドミッション。なるほど、そういうのもやっていけばいいじゃん。経験値とかね。はいはい。そういうことだね。武器も。武器とかが。うん。噂が出ちゃう。そういうことですか。なるほど。ここは別になんもないのかな。なんもなさそう。ふむふむ。なるほど。ふむふむ。あ、あそこになんか。お。なんかあるかい。なんかあるね。ボードが、なんだろう。ページ版みたいなのがある。ページ版みたいなの。なんだ。マップ読むっていうのがある。お、読みましょうか。読んでみて。読んでみ。あ、なんかパーセンテージが。おなんだ。あ、マップアップデート。アップデートとか。へえ、なんですか。このあれか。ページ上のなんかあるのがアップデートされたの。マップのインターフェースくっそかっこいいよね。ね、ここに保管庫がある。保管庫に所持品を入れとくことはできるのかな。あ、へぇー、多分、そういうことだろう。俺みんな共有ではないよ。さすがに違うね。さすがに。あのね、このなんで共有しなきゃいけない。マップのミッションにカーソル合わせるとなんか無線が聞けるんだね。あー、どういうことが起こるのみたいなね。うん、なるほど。じゃあ次はこの、あれですか。そうかな、メインをやるならって感じ。
作戦基地の確保。行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。うんうん。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。特殊グレネード入手。え、そんな。なんか今出てきたね。出てきてる。でも普通のグレーだな。フラグバント。お。セーフゾーンが終わった。なるほど。終わったね。の。でもこっからももう急に立ててセーフゾーン終わった途端盾を出してビビってるやつがいるな。やっぱり警戒しないとね。そうだね。スナイパーいるかもしれない。街は占領されてるからね。危ねえからな。ネズミか。チェルシーウォーターサイト。めっちゃなんだ。眩しい。眩しい。眩しい。まぶせい。すごい。まぶせい。チェルシー。広いね。チェルシーとかじゃ。あれ、なんかサッカーでなかった？うん、ある。チェルシー。あったね。チェルシー、ユナイテッド。なんでもさ、そのさ、本当だよ。ユナイテッドつけりゃいいと思うね。チェルシーユナイテッドでしょ。あ、なんだ？あ、なんだ？敵？あ、わかんない。市民のスキャン中って。あ、違うわ。なんだろう。お、あ、ちょっと待って。どうした？どうした？右に上がれるところがある。お、お、お、これいいですね。これ見ましょう。あれじゃない？なんかある、レア、レア武器があるやつじゃん。ん？黄色、黄色のやつがあるんじゃない？あね。一番、それもねえぞ。ん？なんか。いやまだ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 ここからねいろんな。そこ沿いだ。そこ沿いだ。こっち行けるから。あ怪しいね。怪しさ。怪しいね。怪しさ出てる。これあるんじゃない？これ。あれ、行けるかな？ここ行けるから。あ、そこですか。行けるじゃん。行ける行ける。行こう行こう行こう。アップで。で、ここ行けるから。ここ行けるからね。アップで。これ行け。飛び降りれない。で、ここ、ここ。あっちじゃない？行けない。あ、そっちか。こっちこっちこっち。あ、ここだ。ここここここ。ほら、行って、行った！え、体力半分以上減った。あーっと。で？あれ？こっちこっちこっち。あー、あるあるある。ほら、橋があるもん。これ、なんか近道みたいな感じだな。そうだね、完全に降りた。何？ここ抜けれますみたいな。で？こういうとこだな。え？ここに？たどり着くと。なるほど。なんかピカピカしたね、これ。マンホール。あ、なんだ？倒れてる。倒れてるね。なんか事件があったね、ここで。これ一体どこに来たんだ？わからない。やばいね。やばいね。これあれで、この町の地理に詳しい人が使う道だったよ。あ、でもほら、ちゃんと、オレンジ色で、こっち来い。あ、そうだね。ハイライン。やばいな、橋、あの階段とかあるとそっち行きたくなっちゃう。行きたくなっちゃうね、これ。デッドさん、行っちゃった。行っちゃってんだよな。行っちゃったもん。あれ？ん？嘘。あ、橋みたいになってんのか。あ、なるほど。おしゃれな、おしゃれな作りだね。いいですね、なんか。どこまでも違うとこ行っちゃうな、これ。これまずいね。メインミッションどころじゃねえな。メインミッション、ガンムシで今。でもこっちから行けないか。行けないかな。ちょっと遠回りして行ってみる？一回遠回りして行ってみようか。一応あそこを目指す体で。そうだね。すごい街並み。いいね。いいなぁ。マンハッタン。やっぱマンハッタンだよね。やっぱそうだよね。うん。マンハッタンしか、あれ？住む。あれ？あれ敵だな。あれ敵かい？あれ敵かい？あれ敵なの？あれ敵だぞ。敵かな？ちょっと敵かどうか確かめる。うん。あ、敵だわ。あ、敵だわ。あ、敵だ。パルスを。あ、M4 すげえブレる。パルスを撃ってくれ。よいしょ。あ、洋服出た。いいなぁ、洋服。洋服出てる。面白い。あ、ブレるね。え、M4 ブレブレじゃない？すごい難しい。これ指切れってやつかな？綺麗じゃない？見切って、あでも失敗やすい。でもしないでも。痛い。あいいです。オッケーオッケーオッケー。オッケークリア。あ何出たかな。何出たかな。何も出てない。俺なんか。あ、ウィンドブレーカーだって。お、ウィンブレ？いいなウィンブレ。アイダスのやつじゃない？何出すこれ？何出すだろうこれ。ああ。なんかオレンジ？オレン救命胴衣みたいなやつだね。ね。まあ。いいじゃん。まあまあまあ。いいじゃん。いいじゃん。うん。いいじゃん。それいいじゃん。うん。いいじゃん。お。
やってくんなかった。あれ持ちネタ。新しいエンカウント。なんだ新しいエンカウント今出た。なんか出たね。なんだろう。なんだった無視したな。うん。まあ、降りるここ。降りなさいってなってるね。降りなさい。あ、なんかあれ敵じゃない？あれ敵じゃない？確かめる。ちょっと確かめて。うん、ああいいね。敵だね。いやおおそれいいね。いいよ。俺も。え、ペーサーやったの炸裂弾？うん、違う。プラグでしょ？プラグじゃない。あ、マジ？粘着爆弾みたいな。ああいいな。粘着爆弾。でもまあ、動作は縦じゃん。縦あんまり好きじゃないかもしれないな。自分が選んだんでしょ？あんまり好きじゃないかもしれない。なんか緑の出てる。緑の出てる。何出てる？マジ？なんだ？ダーン！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 これは何も出てない。ユーティリティマスク。セーフティーグローブ。垂直グローブ。セーフティーグローブ。装備します。ああ、何が変わったか全く分かんなかった。分かんない。ああ、ちょっと手が暖かくなった。よし。よし。よかった。よし、こっちか。こっちです。待て待てー。よいしょ。なんかペルヒルベニアプラザ。あれまたまたいる。あやべ。あ敵だな。敵どこ。あの向こうのパルスを撃ってる。ああ向こうのあれパルスを撃ってる。パルスを撃ってる。あ敵です。撃った。あら俺のフラグを食らえー。トゥーリめっちゃ走ってきてる。めっちゃ走ってきてる。あ、緑出た。緑の出たね。いいな。俺のフラグが暗い。あら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 。すごい爆発してる。で近い。ドラゴンしないと。あれ。いったね。よし。もう終わったかな。オッケー。なんだこれは。あ、ジャケット出たぞ。プロテクティブパッド。あとポリスが。バッファいいなぁ。そんなにいらなくないポリス。ジャケット俺も欲しいなぁ。ポリスジャケット。プロテクティブパッドは装備できるのかな。ああコーテッドパッドと大した変わんねえや。わぁ変わった。うん、左の肩が、うん、革にあった。肩が俺のやつだったよね、鉄道さん。そう。俺のジャケットからちょっとあれだね、うん、大人な。でもちょっとね、革の付き方がちょっと間違えてるんだよな。右が短くなっちゃってる。あ、本当だ。本当だ。ちょっと間違えてるんだよ。いや、おしゃれじゃない？多分。ポリシーにサイレンサーつけれた。お、いいな。そう、このゲームね、銃に細かくアタッチメントつけるんですよ。そう、うん、グリップも拾ったわ、うん、それもかなり面白い要素。よし、行きますか。よし、どっちがいいんだろうな、銃は分かんないね。スナイパーとかちょっと欲しいな。欲しいね、うん、管理官、こちらディビジョンエージェントのフェイラウ。暗殺作戦フェイラウ中の一環として大統領と DHS のディレクティブ51により権限を与えられている。ディレクティブ51ね。はいはいはい。援護が可能かわからないけど助けてくれるな。さっきどうやってこの無線に。こちらに任せろ。味方は撃たないように注意すること。味方は撃たないように。なるほど、オーバー。了解だ。オーバー。僕はできねえな。オーバー。なんかあっちの方で銃撃がすごいなってる。こっちだ。オーバー。ドンパチしてるね。やってるね。こっちだ。オーバー。なんかやってるぞ。オーバー。オーバー。人のを言っちゃダメだろ。人のをオーバーで取っちゃダメだろ。ディビジョンエージェントがこれから現場の応援に向かう。あれだな、敵だな。今すぐよこせ。どれが敵でどれが味方なんだ。とりあえず撃ってみればわかるかも。よし。なんかそっちの方にあるやつ。痛い。ペーさんが反応を示してるけど、なかったそれ。何が？あ、全然もないよ。なかっただろ。ちょっと待って。オッケー。あれ？なんか待って。そうなると俺も行かないと。ああ、ちょっと危ねえ。やめてくれ。よし。なんだろう。ツールって出てた。なんだろう。ツールっていうのは多分なんかカス。やばい。カス。カス。
急に悪口してるわ。痛い痛い、結構痛い。銃とか作れるんだよねこれね。なるほど、それ用の持っとくといいんだ、素材とかって。あ、これグリップつけると結構ブレなくなーって、ね、なっなーあ、あ、不思議な動きをしてたの。爆弾だったんじゃないの。あ、危ねえ。爆弾投げるか。あ、何、あ、爆弾投げる。あ、頭が、頭がこんな。あ、痛い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 。シュクさん結構前行った。俺も行っちゃう。やべ、ペイさんと被った。ペイさんと被った。ちょっとじゃずれ。あ、よいしょ、ありがてえ。やべ、投げてくるぞ。あ、なんか投げた。うわ、あ、どうだめ、ちょっと、ちょっと、混乱状態、混乱状態、混乱状態。もう一回行っちゃう。もう一回ここ行っちゃう。はいよ。じゃあ俺ここまで行っちゃう。俺ここまで行っちゃう。お、行ったね。画面が。画面が。やばい、また投げられた。よし、よし。え、まだ投げられた。いいぞいいぞ。いいぞいいぞいいぞ。よし。よし。いいぞ。なんか、プール、プール、プール。プール。プール。ちょいボスだね。ちょいボスだね。ちょいボス。ちょいボスのプール。よし。行った。あ、いるね、プール。バケの投げると。ダメージが青色で移動されてた。おお、避けるんだ。避けるね。横を取っている。いや、ブレるな。ショットガン任せろ。いける。オッケー。落としたね、ブール。緑。なんか落ちた。あ、まだいる？いや、あ、いるな。いる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 。でも、相手の優先。セーフティーバック。フォロサイト。あ、レーザー、レーザーサイト。ガードバック。よし、よし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 。弾が。よし、やった。やったー。見てる、見てる、見てる、見てる。あ、俺落ちてない。俺白いのしか落ちてない。レーザーポインター、弾薬。あ、クイック、クイックマガジン。これから基地を取れたら、ポリスケ。水もろた。ポリス結構いけんじゃねえの。私もそっちに向かってる。モッツ。結構反応がいいな。マジ。弾を逃げ。そんで、その中か。うん、作戦基地に入る。お、ここ基地なのか。うん、ここが基地っぽい。なるほど。入りますか。じゃあ入りましょう。はい、おいしょ。セーブゾーンに入った。ここでは武器やスキルを使用できない。空間換気浄化システム。あ、ここは自分の汚染レベルが低下。あれなんだね、作戦基地だから他の人は見えないんだ。あ、なるほど。あ、そういうこと。あ、エージェントムービーが始まりました。基地を機能させて人々に街を取り戻してるんだってことを示さないと。作戦基地もポテンシャルはあるけど、現状は人手不足で全く役には立ってない。人手不足らしいですよ。ここを機能させるにはすぐにでも相応の人員が必要よ。例えば医師、マディソンスクエアガーデンの野戦病院をウイルス研究者が仕切ってる。今はまだめちゃくちゃだけど、彼女さえいれば医療設備を稼働できる。でもいないと。 JTF の指揮官ベニデスは戦場で連絡が途絶えてる。連れ戻して警備棟を機能させるには彼が必要。なるほど、人材を集めるってことも、そういうことだね。人がいないから修復しないと。今、役立たず、役立たず、役立たずばっかだから、役立つやつをその連れてこいみたいな感じっぽいな。そうでしょ。今いる人たちは何もできないんだね。だから何にもできないの。ただいるだけ。結構いるよだって。いやでももう何も本当何もできない。うん、でもだってもう座ってる人いるもんね。うん、地べたに。みんなただご飯食べるだけ、うん。地べたに片膝ついて座ってる人いるから。うん、なるほどね。見逃しちまうぞ。武器ショップとかまだ何も買えないもんな。うん。うん。お金ないだろうし。あ、モッドショップがある。ここか。角マガとか売ってる。売ってるね。角マガあってもいいよ。ギリギリ買える。ギリギリ買えるよ、角マガ。ポリスよりリワード、リワードショップだよな。どれ？リワードショップが当たる。リワードショップってあれだよ、あの、なんか予約特典とか。あーあーあー。あー、洋服とかある。いいなー。警備棟に必要なのは愛情とベニクラストステーションとかあるじゃん。彼の人気は大したもの。なんか起動するったらこれ起動してみようかな。街から敵を排除するのに必要な情報を提供してくれる。ふむふむ、防衛棟なんかミッションだこれ。
なるほど。リンカーン、トンネル検問所ミッション完了し、ロイベン、あ、消えちゃった。早かったね。うん、消えちゃったからわからない。あ、これなんかあれだ、ビックリマークを。ビックリマークを調べていく感じ。うん、ビックリマークを調べていく感じですわ。じゃあとりあえず調べていきますか。うん。それに私たちが使う物資ももっと調達できる。どこを調べるって？ビックリマーク。ビックリ。何にも聞いてなかったもんね。何も聞いてなかった。驚きだね。何も聞いてないね、うんつった。あ、このこっちか、この上か。あ、この上だ。たたたたたたた。技術棟はひどいことになってる。技術もひどいことになってるらしいよ。技術と医療と、なんかあともう一個あったな。お、完了した。俺も一応、完了した。入り口でフェイラウド合流するってなった。それだな。フェイさんが言ってたリワードなんちゃらっていうのもちょっと気になるんだけど。一回ちょっと、その、一階からまっすぐ。まっすぐ。うん。あった、リワード獲得ショップ。本当は見たいんだろ。何かお目当てがあるんだろ。わあ。入り口でフェイラーと合流しようかな。お。ねえ。最悪よ、足がこんなことになったから悪いけど現場には出られそうにない。でもやれることをやる。ここからね、どれほど現場に出たかったかなんてわからないでしょ。こんな時のために召喚を通して訓練してきたのに。でも想像してたよりひどいわ。私たちは人と親密になってはいけない。いざという時に邪魔にならないように。私は親密になっちゃいけないらしい。結局無理だった。情が移ったの。好きなの、人も町も。距離を取れと。好きなの、人も待ちも。さあ、肩を貸すよ。ありがとう、ありがとう。頼りにされてる。失望はさせられない。もう足まで悪くしちゃってるんだな。うん、さっき結構ぐちゃぐちゃになってたよね。よし、ミッション完了。作戦基地の修復。お、今完了した。なるほど、なるほど。したら、外出るのかな。外出ればいいのかな。ミッション選択できるな。よく聞いて。私は6年医大マディソン野戦病院か。人質救出。うん？もう一回いい？人質救出中。救出中？人質救助でした。あ、根本的に。そもそも違いました。全部、ウイルス調査。なんてこと。エンカウントっていうのもこれまたミッションと違うのかな。エンカウントっていうのは、多分、うん、あの歩いてる最中に、うん、さっきの敵がなんかうろうろしてた、はい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 、多分ああいうぐらいのやつなのかな。ね、なんか色違いのも結構あるんだな、エンカウント。で、何してる、痛がってんじゃない。なるほど。よく聞いて。ミッション。リンカーントンネルか、マディソンか、あと、とりあえず、地下死体安置所。あ、3つあります。よく聞いて。私は6年どっか行きますか。右ね。マディソンじゃないよ。あ、それじゃあ、それ近いからね。うん、じゃあね。マディソン。マディソン。が多分レベル的にマディソン、これが4で左上のやつが5、右が5から9って書いてあったな。うん、だからなんてことだ。じゃあここ行きましょう。痛がってんじゃね。マディソン。マディソンスクエアガーデンがボートに乗っ取られてる。 JTF とセラがボートに乗っ取られてる。使用していたところに武装した敵が押し入った。よし行こう。医療スタッフを人質に取っている。彼らが必要だ。君たちは待ってる。特に現場を指揮していたウイルス研究者のジェシカ・カンデルが彼女を見つけて基地に送り、残った敵を片付けろ。あ、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 君もか。ああ、君も同じ。君も同じ服を着てるね。君もあそこの。うん、あそこの。ああ、はは。でも帽子があれじゃん。帽子一応あそこの。ああ、あそこの。うん、本当に。もしかして何？
この？そうそれそれそれ。あ、ここの。それそれ、ここそこのやつそこのやつ。なるほどなるほど。うん、よかったよかった。うん、いい。いいよね。じゃあ行きましょうか。行こうか。マディソン。チェック入れてくれ場所。